ありえない幕開劇その20、巫女の神通力。君は B 組だっけ？そうです。福部くんは一緒じゃなかったの？あ、なぜ知ってる？はあ、神通力か。オレキさん、こちらは十文字加穂さんです。1年 D 組の。よろしく。ああ、同級生か。てっきり神通力でも使えるのかと。神通力なら一応使えるよ。は？十文字家は代々神通力が使える家系だから。その中でも加穂さんは最も強力な使い手なんですよ。はあ、神通力ね。オレキさん、信じてないですね。普通は信じないだろう。確かに、体験してみないとわからないかもね。加穂さんがメガネを外しました。それがどうした？説明します。加穂さんは神通力を使うとき、メガネを外して精神統一するんです。はぁ、なんかもう帰りたくなってきた。腹も減ってきたし。オレキ君。なんだ？まだ帰るのは早いよ。あと、お腹空いてるなら後で団子汁あげるから我慢して。あ、心を読まれた？オレキ君最近。なんだ？家で何か物をなくしたんじゃない？え？これは多分、ペンかな？見つからなくて同じものを買ったみたいだけど、洗面所にあるよ。落とした時に奥の方に転がったみたい。その辺探してみて。なんでそんな見てきたようなこと。そう見えたから。やっぱりすごいです、加穂さん。それくらいなら適当に言ってても当たるだろう。じゃあもう一つ。まだあるのか？オレキ君が小学生の頃に書いた、将来の夢っていう作文。その作文が何だっていうんだ！オレキさん、落ち着いて。部屋の掃除中に出てきて、いらないと思ってゴミ箱に捨てたみたいだけど。そうなんですか？確かに、結構前に捨てた。それ、お姉さんがゴミ箱から拾ったみたい。はぁ？弟の子供の頃の思い出だし、捨てるにはもったいないと思ったみたいだね。いいお姉さんですね。教えてくれ。姉貴はそれからどうしたんだ？お姉さん、拾った作文を読んでひとしきり笑って。大丈夫ですか？オレキさん！宝太郎もこのくらいの時はまだやる気あったのよね。とか言った後。オレキさん！暗くてよく見えないけど、どこかの引き出しにしまっちゃったみたいだね。なんで拾うんだ、姉貴。そしてなんで保管するんだ。オレキさん、気を確かに。あともう一つあるんだけど、どうする？一応聞かせてくれ。私も気になります。そう？じゃあ言うけど、ドキドキ。オレキくんが、ちょっと待て、もしかしてクリスマスにかかってきた間違い電話のことか？え？あのことなのか？そう、それ。何なんですか？オレキ君、あれは実はね。やめろ、やめてくれ。もう聞きたくない。オレキさん、言っちゃったね。なんか最後の方はよくわからなかったですが、神通力信じてくれたみたいでよかったですね。よかったのかな。